はい、本日はですねこちらノースフェイスでまず一番最初に買うべきクライムライトジャケットをご紹介していきたいなというふうに思います。ということでこちら僕着用してから大体もう7年ぐらいの月日が経っております。教員時代僕学校の先生やってたんですけど、まあ、タイトルにねありますけどもね、まさ拓造元教員の Vlog ってあるけども、教員時代にねこのクライムライトジャケットっていうジャケットを着ておりました。でなんで着てたんかっていうと、店員さんにまず1着目はこれやでって言われたんですよ。でこれはその店員さんだけじゃなくても結構皆さん言うんですよね。でほんまですかと。でしかもこんなペラペラなやつに3万円もするんですよ。今3万5000円ぐらいかな、価格がちょっと上がってますので、ほんまにそんなええのということでね、いろいろ見ていきたいなと思います。ちなみにこれ旧型のやつが、値段が3万3000円、消費税率で3万3000円で、この新型の方はですねお値段が3万5970円ということで、もう今はねこの新型の方しかないので、まあ、この値段がベースにはなってくるかなと思うんですけども、まあ、まず1回着用しましょう。ほんまねもう1着ねあるんですよ。でそのケルプタンってやつがねあるんですけどもね、それがね今ちょっと見当たりません。誰かに貸してるのか誰かにあげたのか、ちょっとどうなったかはっきり覚えてません。やけどとにかく今はないんです。これを着ていきますが、こちら、サイズが L サイズで着用しております。で、まあ、基本的に僕のオーセースは基本的に全部 L なんで、まあ、これがまあ通常のサイズだから、これを見て例えばちょっとちっちゃいなとかって思うってことは、もともとそういうタイトな作りでちょっと作られてますので、まあ、ワンサイズ上げるなり、そのままにするなり、まあ、判断していただければいいかなと思うんですけどもね、まあこういった感じになってます。でおそらくこれを見ていただいている方っていうのは、まあ、クライムライトジャケットってほんまにまず1着目のジャケットなんで、それはもっといいスペックのジャケットとかもっといろんなことできるジャケットは奥にあるんやけども、一旦それを置いといてまず入り口のお話をしたいなと思いますのでね、7年間使って分かったことをお伝えしていきたいなと思います。でこのジャケットの最大の特徴を一言で言うんやったら何っていうと、ゴアテックスやのに持ち運べるっていうところが最大の特徴なんですよ。基本的にゴアテックスのジャケットってこういう、もういかにもマウンテンパーカーみたいな感じ、こんなもんリュックにどうやって入れんねんみたいな感じのやったり、そもそもこんなダウンジャケットとかでこう使われてたりするようなねハイスペックなやつなんで、あんまり持ち運べるやつってないですよね。そんな時になんか持ち運べるゴアテックスあるかな、あクライムライトジャケットやっていうことで仕切りが低いんですよ。でまあ値段的にもそこまで6万も7万もするわけじゃないから、え、まあ、3万円ぐらいで買えるってことで仕切りが低いと。でね今からはね、まあ、実際僕に起きたことの中で、あこれ良かった出来事やったよなとか、あこれでも微妙やったよなみたいな話をねしていきたいなと思います。まず一つ目は何が良かったかっていうと、雨の日とかでもう全然濡れないんですよ。で全く濡れなくて、これはゴアテックス 3.0 っていう、まあ、3層を使ってるんですよね。で、わけわからんやないか、何の話してんねんと思うかもしれないですけど、一回ちょっとこっちに図を出してみましょう。でこの生地ってこう1枚の生地に見えるじゃないですか。でこれ1枚の生地じゃないんですよ。ほんまは3枚の生地をぺちゃんってひっつけてて1枚に見えるだけで、ほんま3枚あるんですよね。でそれがこういう仕組みにまずなってて、ゴアテックスって何って、あ雨は通さないんだなっていうのがこの図でわかるかもしれないですし、それ以外にも一番すごいところ何って言ったら、中の熱気は逃げる。あれ外から水は入らへんのに中から熱気逃げる、なんでなんて。普通カッパとかって雨は濡れんねんけども中から熱気逃げへんじゃないですか。だからめっちゃ濡れてくるんやけども、なんで熱気が逃げんのってなると、まあ細かく言うと小さい穴、もう水も通さへんような穴があるような状態なんですよ。だから水は通らへんねんけども、要は液体よりも固体液体気体ってあるじゃないですか。そしたら気体の方がちっちゃいんで、これ理科みたいな話になってるけど、僕理科大嫌いからね、あんまよく分かってないけども、その気体の方がやっぱり小さいので通すんですよ。だからちっちゃい穴で液体は通らへんねんけども気体が通るっていうような穴が無数に開いてるっていうのがね、まあ、構造的にちょっと分かるかなと思うんですけど、それがまず1枚上の一番上のところには普通のこれ生地なんですね。だからゴアテックスって聞くと、これがゴアテックス、この生地がゴアテックスやと思ってはる方いらっしゃるんですけど、それは違うんで、あれ これゴアじゃないのってなってくるんですけども、これはねゴアテックスは目には見えておりません。なんでかというとこの中にあるから全然見えてないけども、これがねさっき言ったみたいにサンドイッチされてるんですよ。だから真ん中にハムがあったりチーズがあったりね、たまにトンカツとかエビカツも入れちゃえって言って入っててもね、上から見たら分からへんじゃないですか。でこうやって横から見たらね、あ確かにこれエビカツ入ってるとかね、あ卵も入ってるとか言って嬉しいんやけども、こう上から見てる時って分からへんでしょ。そういう時ってこれも上から見てるだけじゃ分からないでしょ。こう切ってね真ん中をこうちょっと見たらね、あゴアテックスちゃんと隙間に入ってるって分かったりするんやけども、そういった 1,2,3 層、一番上がこの生地で真ん中にゴアテックスが入ってて、要はなんかあのファイルのフィルムみたいなのが入ってるんですけどね、でそれ入ってて、最後にもう一個ケツにね、一番この裏側にね生地もつけてるんですよ。で
なんでこんな裏側にまで生地つけるの、この上と真ん中だけでええやんってなってくるじゃないですか。それがね三層の強いところなんですよ。1、2、3層一番のところって肌に一番近いわけじゃないですか。ってことはこう着る時とかにやっぱ着心地とか求めはる人とか、あとそれ以外にあったら僕今これ長袖で着てるから別に当たるとこないんでねいいんやけど、こうやって例えば半袖とか着た時ってここら辺は全部ジャケットのここ当たるじゃないですか。そしたら着心地がいいとか悪いとかってなってくるんやけども、このあまりにも2層だけやったら着心地が悪いので下から生地を貼り付けて3層にしてるんですね。そしたら着心地もいいし、まあついでの副作用として強度も出てくるというか、より頑丈になってくるということなんですけど、まあそういったゴアテックスの3層が作られていますので、ちゃんと着心地まで配慮されて作られていると。防水でもあるんやけども、防水ってこうカッパとかってやっぱ着心地悪いし蒸れてくるよなっていうのを全て解決したのがこういったクライムライトジャケット、ゴアテックス3層ですよってことになってくるんですね。ほんなら3層の方が全部ええやんけって言ったらまたそれも話変わってくるんですよ。2層の方がやっぱり透湿性が高かったりとかもするし、そもそもコンパクトになったりとかするってことなんですけども、まあ一回その話ちょっと置いときましょう。これ以上喋るとまだまだ喋っちゃうのでね、一回止めますけども、そういったまあゴアテックスっていうのが使われてるんだなっていうのは分かっていただいて、その次にさっきも言ったみたいに持ち運べる、こうやってジャケットで普通着たりしたらなかなか持ち運ぶことって厳しいよなって思ったりするんですけども、このジャケットにはねこういったスタッフサックみたいなのが付いてあるんですよ。でこのサイズまで言うたら手の大きさぐらいまでちっちゃくなるんですよね。実際にねこうやって入れてみました。この中にねあのさっきの青のゴアテックスのジャケット入ってるんだけども、これぐらいの大きさになりますので、部屋のリモコンぐらいの大きさですかね、エアコンとかのリモコンの大きさぐらいになってくるので、リュックでも入るし、なんやったらボディバッグぐらいの小さめのバッグでもピュッて入ったりするんで、これがね普通に着てたらへえ持ち運びできんねや、いやちゃうねと、防水のゴアテックスがこうやって持ち運びできるのってすごくないっていう話なんですよ。でそれでもなかなか熱弁しても伝わらへんときは、まあそんなことよりもとりあえずサイズ感教えてもらっていいかなってなってくるじゃないですか。だからもうそういう時は諦めるんですけどもね、そういう持ち運びができてゴアテックスであると、そこがすごいところであって、でこのペラペラの生地の中でもねいろいろ考えられてますので、例えばこうやって着用した時とかでもこう身幅がある程度余裕があるように作られてて、例えばこうやって1着で着ることももちろんできますし、さらに T シャツの上からこうやってフリースとか着た状態でも重ね着ができる、レイヤーができる身幅に設定されております。なのでこうやってちょっと寒くなってきたな、肌寒いなと思ったらインナーに多少入れることもできると、そんなところまで考えられてるっていうところですね。そしてその次にいいなと思うところがこれね、まあ、こんだけコンパクトになるから奥さんとか彼女さんと一緒に使えるんですよ。だからこれパーティー一緒に持っていってるじゃないですか。でちょっと寒いとか言い出したらね、あじゃあよかったら着るみたいな感じでねパッて出してあげたり、それ以外にもね買い物とかでねうわ雨降ってるわとか言ったら、じゃあこれ羽織っていきやって言って羽織っていかせてるんですか。ほんならめちゃくちゃ気に入って白間に取られますから、これめっちゃいいやんって、雨も防ぐしこうやってコンパクトになって小さくてカバンにも入るしって言ってちょだいって言ってね取られたりすると思うんですけども、その辺はちょっとね注意がいりますが、まあ良かったかなと思います。でさっきも言ったんですけど、着心地ではどうなんですかっていうと、着心地はねちゃんと裏生地にねそうやって肌に当たってもいけるようにっていう、まあ細かい説明していくと、まあ、シーニットバッカーっていうまたねこうニットみたいな、よーく見るとこうニットみたいなふわふわしたのがあるんですよ。でそれのおかげでこう肌触りもいいんですよね。でパーカーとかって T シャツとかもそうなんやけど着心地っていいじゃないですか、ふわふわしてて。なんでっていうと、細かく言うとこうワン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 っていうこのループがあるんですね。このループ状があるので当たってて着心地がいいっていうことで、ナイロンとかってそういうループがないので、逆にこっちが表の方とかやったら別になんかシャラシャラしてるだけなんやけども、まあ、そこまで考慮されて使われてると。まあ特別そんないいわけじゃないけどね、他のゴアとかに比べるとちゃんとそういうところまで考えられているというのが、ゴアテックス3層の強みになってるんじゃないかなと思います。でちょっとねまあ使っててまあどうやったかなとか、まあ、微妙だったかなとかっていうところもね、まああったりなかったりはするんやけどもね、まあどういうところが微妙だったかっていうと、これは別にクライムライトに限ったわけじゃないんやけども、こういう比較的ジップの小さめのアイテムってやっぱ噛んだり壊れたりすること多いんですよ。ほなじゃあなんで大きくせえへんのっていうと、大きくするとそれこそ携帯性が失われたりとか、あとは持ち運びしにくくなったりするので、やっぱりこういう備品ってね細かければ細かいほど持ち運びがしやすいとか軽量につながっているので、ここは多分変えれないと思うんですけど、止水ジップでこのちっちゃいのってめっちゃ噛むんですよ。なのでねここはまあ壊れやすいですし、まあ、慎重にこう開け閉めされた方がいいと思います。僕自身も一回壊してますしね、修理もしたことあるんですけど、まあ、その辺がねこう噛んだりしやすいっていうところが一つでメリットだなと思うし、それ以外にもね、まあ、こういった感じで結構シンプルな感じだから汎用性高そうじゃないですか。ちょっと子供の習い事
京都見に行こうかなってなったらこれとかも使えるし、もちろん街中とかで雨降ってきたらこれ着ようかなとかもできるし、汎用性結構高いんやけども、その代わり頑丈性はないんですよ。やっぱり生地もちょっと薄めに作ってあるし、確かに二重デニールっていうね、結構比較的薄めの生地で作ってあったりするんで、頑丈かと言われたらね、そこまで頑丈じゃない。やっぱり引っ掛けたりとかしたら破れる可能性全然ありますし、他やっぱ頑丈なやつがいたら多少引っ掛けるぐらいで破れへんでみたいなのもあるんですよ、アウトドアやったら。だけどこれに関してはまあそこはちょっとまあ繊細に使った方がいいので、登山とかされててこう木とかがあったりとかしたらバッて刺さったりとかしてギュッとそのまま行っちゃったらビリビリっていく可能性もあったりするんで、まあ、この辺はねちょっと注意かなとは思いますが、この辺りが僕が7年間着用してねクライムライトで感じたことでございます。もうちょっと街で着るんやったら着丈長い方がいいかなとか、例えば自転車乗るんやったらねなおさら長い方がいいなとかって、やっぱいろいろ要望ってあるじゃないですか。そうなった時にもうワンランク上のやつとかがあるんですけども、まあ、まずは1着目これでいろいろ感じて、あ、俺って着丈長い方が向いてるなとか、あ、俺って生地分厚い方が向いてるなとか、あ、俺って全然持ち運びせえへんやんとかっていうのを気づいたことによって、次のジャケットへのステップになるわけなんですね。だからこの3万5000円かの投資っていうのは、もちろんジャケットに対しての投資、まず1着目の投資でもあるんやけど、それ以上に、あ、俺には必要な機能、俺には必要じゃない機能を判断できるジャケットになってるんですよ。まあ、なのでね、おそらくノーセイスの店員さんもまず1着目はこれですって言ってたと思うんですけども、まあ、僕個人的にはそういう風に感じたんでね、そんなお話をさせていただきましたというのがですね、本日こちらクライムライトジャケットを7年間着用してみてという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。